さあ皆さん、つい先日公正取引委員会よりコンテンツのやり直し下請け法違反、カバー株式会社は VTuber 動画等に用いるイラスト等の作成を委託している下請け事業者に対して、下請け事業者に責任がないのに無償でやり直しをさせていた、なおかつ、支払いの、報酬に関しましても大幅に遅延していた、ひどいものだと1年7ヶ月も、遅延していたっていうこともすでに発覚しておりまして、かなり悪質であると、そういった背景から公正取引委員会が調査に乗り出し、様々なことが発覚したと、そういった状況となってます。また被害者の数もですね、短期間にもかかわらず調査期間がかなりの数に上りますので、これ創業から数えると果たして何人の被害者がいるんだろうかっていうことがですね、ネット上でかなり話題となっています。まあそういった背景からですね、かなり激震が業界に走っているわけなんですが、その中で今回ですね、関係各所なおかつ様々なメディアから今回の報道ありましたけど、いやー大変なことになってますね。ただその中で、まあ、あくまでこれは一部の意見となりますので、参考の参考の参考の参考程度になりますけど、こちらについてカバーをですね、ホロライブをですね擁護するような、同業者ではなくて、ごめんなさい間違えました、絵師ですね、絵師もいることが、徐々に分かっていつつ、こちらにつきましては、見てもらったら分かります通り、公正取引委員会のポストよりいいねの数がね多くついていて、なかなか衝撃を受けている状況なんですが、正直今回のカバー株式会社、まあ、ホロライブより、なんだろう、ひどい業者なんてたくさんいるよっていうことがね、今回この方がおっしゃっておりまして、まあ、ライブ 2D 界隈はみんなしているよみたいなことをですね、おっしゃっています。なんでかわかりますかと、知識がみんなないので、まあ、こういうね、話になってしまっているといった状況であるってことがですね、この方おっしゃっていて、そういうのはまずいですよ。指示書はちゃんと書きましょうみたいな。で、企業に絵描きが教えることがあるのが、ライブ 2D 業界なぐらい、みんな一斉にこの業界一気に入ってきてるんで、割とみんなしているよといった発言がございました。でもカバー株式会社としましては、そこら辺ちゃんとしているので、正直なんだかなと思うっていうような発言がございました。他もしてるわ、なんならもっとひどいぞとしか思わない。大手でちゃんと結果出してるところは全部が全部いいってわけでもないかもだけど、悪いところもあれど、ある程度ちゃんとしているイメージ。無償でやるものだと思ってる人いると思うよ。本当だよ。カバーさんをかばってるわけではなくて、これを機に割とされてること多いので、みんな気をつけてねって話です。カバーさんはでかいし、今までやってきてるからやり玉って感じがすごいなって思うけど、入ってきてる企業の指示書とかちゃんとしてないとこも多いから、本当に気をつけてほしい。正直 V のお仕事はみんな大変です。まあ、そもそもほとんどの絵描きはライブ 2D 用の立ち絵などのイラスト用の描き方なんて知らない描き方だし、なんなら割とモデラーによってしてほしいレイヤーの巻き方が違ったりもする。それらを依頼者は分かっていないことがあったりするので、まあ指示の出し方であったりとか依頼の仕方がね、まあそもそもナンセンスであるっていうことが言われていたり、まあなんでしょうね、まあ依頼する側も明確に指示を出していないのが、こういった結果につながっているってことなのかもしれません。一方で指示書にない修正が必要なんですけど、で追加費用を最初から提示してくる人がいると思いますか？ほとんどないですよ。そんなもんですよ。 V の子がやっぱりこっちがいいな、そんなのはまあ確かにね、もうほとんど終わってからですね、塗り終わってからもいっぱいあるって書かれている通り、もうほとんど出来上がってからですね、 V の中の人がこう言ってくるみたいな。なるほど。なおやり取りする間の人間が増えれば増えるほど発生率は増えると。だからまあ V と直接やり取り、中の人と直接やり取りしてるんだと、まあ起こりにくい可能性はあるよねっていう。まあ直接なんかこういうその希望とかを伝えることができるわけだから。けど結局なんか指示書通りにやったけど、まあ VTuber ですね。こちらがやっぱりこれじゃないと嫌だってね、言い張ってしまうと、結果として、無償でね、絵師たちが修正をしなければいけなくなってしまうから、しわ寄せがやってくるみたいな。
まあ逆にその VTuber 次第っていうところもあるんでしょうね。じゃあそれだったら VTuber がしっかりと、まあ、的確にちゃんと依頼をしろっていう話だし、で間に入ってるやつも間に入ってるやつでちゃんとそれを伝えるみたいな、まあそういった感じでしょうか。まあそこがね、ちょっとそのおざなりになってることによって結果として意図しない、修正が増えてきて、結果として無償でやらざるを得ないみたいな感じなんでしょうか。まあ VTuber としてもまあ無償でやってくれるでしょう、え、そんなの無償じゃんっていうような印象なんでしょうね、こういう修正に関しては。だから気軽に行ってくるみたいな。けど VTuber としても追加費用であったりとか、あとそのですね、絵師のその手間がかかっているよみたいなところをですね、認識しておけば、こんなことにはならなかったんじゃないかなと思ってて、でまあこれがですね、慢性化しているといったことですね、そういったことがですね、この方語っている内容なのかなと思っていますが、ただまあ今回ライブ 2D 用のイラスト界隈は本当にこれが多いと、指示書にない修正、それに対しての、え、お金取るんですかみたいな反応本当に多いと。まあ確かにちょっとひどい話ではあるよな、これに関しては。修正にお金かかるってそれは当たり前の話ではあるので、じゃあなんでお金発生しないと思っていたのか。だって手を動かしてるわけだからさ、人件費、まあ時間であったりとか、労働力を使用しているわけなので、それってどうなのっていうお話ですよね。まあいろいろ言われておりますけど、ただまあこういう意見などもあって、別になんかその今回公正取引委員会に悪質であると、名指しで指摘を受けてしまった、まあホロライブカバー株式会社でもありますけど、ただまあ実態としましては別にこれカバー株式会社に限った話ではないと。この界隈に関しては基本的にこういったところが慢性化しているので、まあ、そもそも業界全体の問題であるといったことがですね、今回ポストを取り上げたもの以外にもですね、いろいろ出てきておりまして、で、かつまあ様々な絵師がですね、このタイミングでお気持ちを表明されておりまして、またその内容もですね、なかなかやばいものが結構多いので、今回の動画では触れませんけど、ただまあいろいろと暴露みたいなね、内容のことがですね、結構今出回っていたりとか、まあこれはカバー株式会社のものではございませんけど、ちょっとそれも含めて信憑性が曖昧なのでそちらについては取り上げませんけど、ただなかなかですね、これは波紋呼びそうだなと思いました。まあ今回カバーがですね、下請け法違反でこのような指摘、しかも相当細かくですね、時系列でまとめられていて、うわこれガチじゃねえかって感じなんだけどさ、まあ中には社長を退任しろとか責任取れとか、逆に誰がこれ責任取るんだみたいな、責任取らずにこのまま何もなかったかのように運営するのかみたいなことが言われていたり、まあなかなかですね、荒れてる状況ではあるんですが、まあ他の大手 VTuber 事務所でも同様の事例がですね、複数発生しているっていう、そういった暴露を行っている方もおりますので、まあそこはそこでね、まあもしそれが事実であれば公正取引委員会が乗り出してくるかと思いますので、一旦まあ公式待ちというか、公正取引委員会待ちっていう感じでしょうか。言ってもこれね、調査期間が相当長くて、かなりの期間調査されていたりしたので、多分これ調査始まったので相当前だよね。何ヶ月も前みたいな。で、ようやくこのタイミングでってところなので、まあ、もし本当にね、他のその事務所とかがやってたとしても、出てくるのは、多分25年の夏とか秋とか、下手すると26年ぐらいになるかもしんないね。結構かなり時間経ってからこうなるみたいな。まあ、とりあえず今かなり問題となっておりますので、まあぜひね、ちょっと気をつけていただきたいなっていうのが率直な、まあ、感想ではあるんですが、ただまあ業界全体として、まあ常態化しているっていうお話でしたので、まあ今回かなりね、大きなニュースとなりまして、それこそね、これについては、その新聞というか、まあテレビとか、あとその、テレビ局の公式の YouTube チャンネルとか、で、大手メディアとかもこぞってね、報道しているので、なんか VTuber 全体の印象、イメージがめちゃくちゃ悪くなってる感じがするんだけど、それによって。まあまあまあ、それはね、事実なので仕方ないのかなとは思っていますけど、まあ、こういったね、その警告みたいなものが、まあ関係各所から今出ておりますから、まあそういった意味では、これって良くないことなんだ。っていうことが業界全体に浸透するかと思いますので、
まあこれはこれでね、この報道良かったのかなとは思っていたりはしますが、ただ今回ですね、一応そのこの事件については解決済みであると、でその違約金であったりとかそこについてはもうすでにね支払い済みであるといったこともこちら公正取引委員会より報告がなされておりますので、まあ一旦こういったね事件がありましたっていうところの事後報告となっているのかなと思っています。まあそういったところで、まあ、今後ですね、業界がどういう方向に向かっていくのか、で特にそのゲームとこの VTuber って切っても切れない間柄というか、まあ、VTuber のそのメインコンテンツというか、基本的にはゲーム配信みたいなところがメインとなってきているかと思いますので、まあ、非常にね、ゲーム業界にとっても大きな事案なのかなとは思いました。まあ、特にそのゲームメーカーとの VTuber とのコラボでなんかプラスで作ってもらおうとか、そういったところも絵師に頼むわけだからさ、やっぱこれも切っても切れない間柄ではあるかと思いますので、まあ今後どういう方向に向かっていくのかわかりませんけど、まあ一旦はですね、このような事案があり相当世間が騒いでいるっていうところの共有です。まあ一旦今回の話題については以上かな。もうこれ以上多分取り上げることはないかと思いますので、ただまあ今回続報がありこういった状況になってるよっていうところの共有でした。ではまた、バイバイ。